こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は前回に引き続き、大西洋の戦いについて解説していく。前回は戦争初期の U ボート作戦を見ていたんだよな。その通りだ。今回はその続きからになる。本動画は再生リスト、大西洋の戦い、にまとめておくから、よければそちらも見てほしいんだぜ。よろしくね。では前置きはこれくらいにして解説に入ろう。前回はフランス侵攻が終わるまでの U ボート戦を見てきたが、今回は水上艦艇に絞ってみようと思う。時を戻して1939年8月後半、第二次大戦開戦の約1週間前、ドイツのポケット戦艦アドミラル、グラーフ、シュペイ、と、ドイッチュラントはドイツ本土を出港、大西洋に進出したよ。戦争の前に大西洋に進出させるのか。この2艦艇は、大西洋上での最初の一撃を加える予定で、目標はイギリスやフランスの艦隊ではなく、戦闘能力をほとんど持たない敵の貨客船や商船だったんだ。なるほど、潜水艦、U ボート、と同じく、ポケット戦艦をも通称破壊に当てようというのね。作戦に従い、ドイッチュラントは北大西洋、アドミラル、グラーフ、シュペイは南大西洋へ派遣されたんだ。ちなみに前回の動画でも軽く触れたポケット戦艦について、もう一度簡単におさらいしておこう。ポケット戦艦はベルサイユ条約で制限された、排水量1万トン以下で設計された戦艦であったよ。パンツァーシフ、つまり装甲艦、とドイツ人に呼ばれた本級は、従順には打ち負けない砲撃力と装甲を持ち、また戦艦から逃げ切れる速力を保持した新しいタイプの戦艦であったよ。ちなみに、ポケット戦艦、という愛称は、1937年の英国王ジョージ6世の戴冠式で行われた、スピットヘッド機関艦式でドイツ代表がアドミラル、グラーフ、シュペイ、だった際、イギリス人が付けた名前だと言われているわね。こうして出来上がったポケット戦艦は3隻で、それぞれドイッチュラント、アドミラル、シェア、アドミラル、グラーフ、シュペイ、と名付けられた。主砲は28センチ3連装砲2機6門で、当時の従順洋艦の主力砲であった、20センチ砲より強力だったんだ。さらに搭載した MIN 社製のディーゼル機関は8機で、最大28ノット、もの速力が出せ、約4万キロもの距離を航海することができたよ。日本の混合型ならなんとか追いついて殴り倒せる。か。航続距離が違いすぎるから長期戦になったら手こずるかもな。ともかくも、大西洋に派遣された2隻のポケット戦艦は、海戦と同時に行動を開始する予定であったけど、ドイツ総統ヒトラーからの攻撃許可がなかなか下りなかったよ。それはなぜかしら？ヒトラーは最後までイギリスとの講和を模索しており、結局9月1日のポーランド侵攻開始後も攻撃許可は下りず、2隻は9月26日まで大西洋で遊翼を続ける羽目になったぜ。9月30日、南大西洋で行動を開始したアドミラル、グラーフ、シュペイ、は、ブラジル沖でイギリス船クレメント、号を吸収。クレメント号船長はグラーフ、シュペイを英巡洋艦と誤認し、特に対比行動を取ることはなかったよ。そら、ブラジル沖に敵の軍艦なんか想像つきませんわな。クレメント、号はグラーフ、シュペイによってあえなく撃沈。クレメント、号撃沈と同じ頃、ポケット戦艦ドイッチュラント、は、バミューダ諸島付近で A 戦績、ストーンゲート、号を撃沈していたよ。いよいよ水上艦艇による通商破壊が始まったわね。これを受けてイギリス海軍は、クレメント、号とストーンゲート、号を、撃沈したのは同一のドイツ軍艦と誤認。イギリス海軍はこのドイツ軍艦のために限りある兵力からある程度の艦船を引き抜いて、大西洋への捜索任務に送り出すこととなるぜ。二隻で A 艦隊を引きつけるなんてめちゃくちゃ効率がいいわね。アドミラル、グラーフ、シュペイの快進撃は続いたよ。クレメント、号撃沈から続く17日艦でニュートン、ビーチ、号、アシュリー、号、ハンツマン、号と3隻を立て続けに撃沈したんだ。軍艦からすれば商船や貨物船なんていいかもね。10月22日、グラーフ、シュペイは A 戦トレバニオン、号を捕捉し撃沈。この頃には相次ぐイギリス船の遭難でイギリス海軍はドイツ軍艦、追撃に、空母アーク、ロイヤル、巡洋戦艦レナウンに、フランス戦艦ストラスブールを加えた艦隊を発進させていたよ。だいぶがっつりした艦隊を送ってきたわね。でも、広い大西洋で見つけられるかしら。グラーフ、シュペイは追撃を逃れるため、喜望峰を回ってインド洋に突入。マダガスカル島とアフリカ大陸の間のモザンビーク海峡で、イギリスタンカーアフリカ、シェル、号を撃沈しているよ。アドミラル、グラーフ、シュペイはこの後、再び大西洋に戻ると、12月2日、貨物船ドリック、スター、号を打破。グラーフ、シュペイの停船命令に対し、ドリック、スター、号の無線通信士は、通商破壊艦に遭遇せり、に加え、位置や時刻についても、正確に、そして繰り返して打電し続けたよ。アドミラル、グラーフ、シュペイ、艦長ラングスドルフは、
とんでもない奴だ。奴の信号で英国艦隊は全部集まってくるぞ。と言いながらも、敵艦が接近するまでには時間があるとして、しばらく同じ海域に留まり、翌日には A 戦、タイロア、号を撃沈。しかし、タイロア、号の無線通信士も救難信号を発信し続け、その電波はイギリス海軍へと届けられたよ。7日、アドミラル、グラーフ、シペイ、は A 戦、ストレオンシャル、号を撃沈。この時放棄された機密文書から、ラングスドルフ艦長は、12月10日にウルグアイのモンテビデオ港から輸送船団が発信する情報を入手したんだ。新たな目標の情報を手に入れたのね。結果、アドミラル、グラーフ、シペイ、は船首をモンテビデオ方面に向けたのぜ。その一方、ドリック、スター、ゴー、タイロア、ゴーが発信した決死の無線電波を傍受し、アドミラル、グラーフ、シペイ、がモンテビデオ周辺海域に襲来すると予測した男がいたよ。その名はヘンリー、ハーウッド准将で、彼は軽巡エイジャックス、アキリーズ、中巡エクセター、を率いて、モンテビデオ港へと急行したよ。12月13日早朝、ドイツポケット戦艦アドミラル、グラーフ、シペイ、と、ハーウッド率いる3隻の巡洋艦は交戦状態に突入したよ。イギリス従順エクセターはグラーフ、シペイに肉薄しすぎて、28センチ砲弾を浴びてしまい、撃破され戦線離脱。軽巡エイジャックス、アキリーズ、も損傷してしまったよ。その一方で、ハーウッド艦隊の攻撃によりグラーフ、シペイも18発の砲弾を浴び損傷。調理室は破壊され、多数の副砲が使用不能となったよ。艦長ラングスドルフはこのままドイツ本国への帰還は難しいと判断。海戦の日の夜には中立国ウルグアイのラプラタ河口の町、モンテビデオの港へ入港したのぜ。追撃してきたエイジャックス、アキリーズ、はラプラタ河口で停止し、増援要請を行っているようね。モンテビデオ駐在のドイツ公使の助力を得て、艦長ラングスドルフは艦の修理と補給のために2週間の猶予、ウルグアイ政府に懇請したものの、自国の中立が危うくなるのを恐れたウルグアイ政府はこの要請を拒否。72時間の停泊しか許さなかったんだ。たったの3日間、アドミラル、グラーフ、シペイ、がモンテビデオに立てこもったのを見た。イギリス海軍は空母や戦艦がラプラタ河口沖に到着したと噂を流したよ。実際には従順1隻が増援できただけだったみたいね。逃げられないと悟った艦長ラングスドルフは、乗組員をモンテビデオ港に停泊しているドイツ商船タコマ、号に移乗させ、12月17日19時55分、アドミラル、グラーフ、シペイ、を自沈させたよ。爆発したアドミラル、グラーフ、シペイ、からは黒煙が天高く立ち上り、その火炎は数日にわたって消えなかったのぜ。地震後の19日、ラングスドルフは乗組員たちにこう訓示したよ。我が艦を破壊することの成否について、また、再び敵に戦いを挑み、船乗りらしい最後を遂げることがさらに勇敢なことではなかったか、との議論は確かに全世界に起こるであろう。我々の誰もが、不平を言わずに喜んでそうできたであろう。私は私自身勇気を失っていなかったという証拠を示そうと思う。この翌日、ラングスドルフは拳銃自殺を遂げたよ。彼は、アルゼンチンのブエノスアイレスに駐在しているドイツ大使に宛てて、このような手紙を残しているよ。我が国の軍人が、国旗の名誉のために死ぬ用意があることは私の忍びが、証明するものであります。戦艦、グラーフ、シペイ、の破壊に対しては、私一人が責任を持ちます。私は国旗の名誉を汚す恐れのある汚点を消すために、私の生命を捧げられることを幸せに思います。閣下、私の上官に対して、陛下から報告してもらい、間違った噂を打ち消さねばならぬ必要が起きた場合に役立ててもらうため、私は熟慮の末、夜の静けさの中で手紙を書いた次第であります。艦長としての責任を最後まで果たそうとしたのね。戦時国際法を厳格に遵守し、ついに一人の捕虜も殺さず、イギリス首相チャーチルまでもが第一級の軍人、と評した、アドミラル、グラーフ、シペイ、艦長ラングスドルフは、こうしてこの世を去ったよ。このアドミラル、グラーフ、シペイ、の喪失を受けて、無事ドイツ本国へ帰投していたドイッチュラント、は、ヒトラーによって艦名を、ユッツ王、に変更させられたよ。アドミラル、グラーフ、シペイ、の自陳と名前の変更に何か関係あるのかしら？ドイッチュラント、はドイツ語で、ドイツ、そのものを意味する言葉であり、ドイツ、を冠する同艦が万が一失われた時の国民の士気の影響を、考慮していたと言われているよ。結局のところ、先に自陳したアドミラル、グラーフ、シペイ、そしてドイッチュラント、改め、ユッツ王、らの襲撃艦が沈めたのは、合計11隻5万、7千トンに過ぎなかったけど、イギリスの小船隊をバラバラに分離させ、22隻の敵巡洋艦、空母、戦艦を大西洋に引きつけることに成功したよ。そういった意味では戦海上の成果を収めたとも見れるかもね。翌年春、ドイツ海軍はノルウェー攻略途上の海上作戦で大きな損害を出すも、ドイツ海軍司令長官レーダーはもう一つの新たな武器を手に入れつつあったんだ。それが、古い貨物船を改造した仮想巡洋艦、と呼ばれるものであったよ。見た目は普通の貨物船に見えるが、そこがミソなんだ。
これらの艦艇は無力な中立国の船舶を装って大西洋に出ていき、隠し持っている火砲を利用して通商破壊任務に従事したのぜ。写真の仮想巡洋艦アトランティスもその一隻で、人畜無害なソ連邦の貨物船に見えるように偽装して航行したんだ。しかしその船体には15センチ砲6門、7.5センチ砲1門、4機の魚雷発射艦を装備し、また船尾には機雷100発近くが収まっていたよ。めっちゃ重武装ね。このような仮想巡洋艦は9隻が作られただけにもかかわらず、諸説あるものの3年半の間で約130隻、85万トンにも及ぶ船舶を沈めたよ。結構バカにならない戦果よ、これは。しかし、仮想巡洋艦の弱点として、古い民間船を改造しただけとあって正規の軍艦と対峙した際は、勝負にならなかったよ。このアトランティスも18万9000キロを航海し、22隻を沈めるか捕獲したものの、最後はイギリス巡洋艦に撃沈されたんだ。少し時を進めて1940年10月、ドイツ海軍司令部は、装甲艦から重巡洋艦に類別変更されたばかりの、アドミラル・シェアを大西洋に出撃させたよ。これもアドミラル・グラーフ・シペイと同じく単独での航海になったのね。アドミラル・シェアは出航後間もなく、カナダからイギリスへ向かっていた護送船団 HX-84 を発見。この船団は輸送船37隻と、護衛の仮想巡洋艦ジャービス・ベイ1隻からなる船団であったよ。護衛と護衛対象のバランスがおかしいんですが、それはこの時期のイギリス海軍は十分な護衛戦力を持っておらず、護衛艦艇が少数にとどまる船団がいくつかあったんだ。ともかくも護衛のジャービス・ベイがその身を盾とした行動により、アドミラル・シェアはわずか5隻しか沈めることができなかったよ。しかし、この攻撃によりイギリスは船団の出発を一時的に停止し、丸1週間イギリス本土に船団が到着しないという成果を上げたんだ。アドミラル・シェアはその後、インド洋まで進出して通商破壊作戦を実施。HX-84 船団分を含めて合計16隻を沈めることができ、逆にイギリス海軍は大きな船団にはできるだけ戦艦をつけるようになったよ。数隻の通商破壊艦でそれだけたくさんのイギリス軍艦を引き出せているのだから、それはそれで重要な成果と言えるわね。1941年1月、アドミラル・シェアがまだ海上にいた時、フランス・ブレストから戦艦シャルンホルスト・グナイゼナウが大西洋に向かって出撃したよ。この2隻はチームを組んで作戦を行い、2ヶ月間で22隻の敵船舶を沈めたのぜ。3月の終わり、前述の戦艦2隻はブレストへ、アドミラル・シェアはキールへ無事に帰還したんだ。水上艦艇も続々と通商破壊を行っているわね。1940年10月から41年3月までの水上艦艇による通商破壊では、合計で27万トンという船舶を沈め、これは同時期の潜水艦、U ボートによる、戦果を若干上回るものであったよ。この戦果に満足したドイツ海軍は、さらなる作戦の実行を行おうとしていたんだ。暗号名、ライン演習、と呼ばれたこの作戦は、大西洋の通商破壊に新型新鋭の戦艦、ビスマルク、を投入するというものであったよ。ビスマルクは排水量約4万2000トン、全長252メートル、全幅36メートルある戦艦で、38センチ連装砲4機8門を搭載し、30ノットの速度を発揮できる、ポケット戦艦、なんぞよりもはるかに強力な艦艇だったのぜ。さすが、鉄血最小ビスマルク、から名前を取った戦艦ね。本作戦では、ビスマルクを筆頭に戦艦、シャルンホルスト、グナイゼナウ、従順プリンツ、オイゲンを加えた艦隊で出撃し、敵輸送船団を叩き潰すという構想が練られていたんだ。当時のドイツ水上艦隊主力のほとんどを投入するのね。しかし、この作戦はトラブルの連続であったよ。戦艦シャルンホルストは機関の不調で作戦に参加できず、41年4月には戦艦グナイゼナウがイギリス軍機の襲撃で損傷。こちらも作戦参加は不可能になったよ。挙句、従順プリンツ、オイゲンも触雷で消破し、作戦の実行は遅れに遅れたよ。結局、ビスマルクと修理されたプリンツ・オイゲンが、バルト海のゴーテンハーフェンを出港したのは1941年5月18日であったんだ。この2隻の出撃の情報をイギリスも素早くキャッチしたよ。イギリス本国艦隊司令長官ジョン・東米提督は、このドイツ艦を迎撃すべく新鋭戦艦プリンス・オブ・ウェールズ、巡洋戦艦フット、そして駆逐艦6隻からなる艦隊を派遣し、アイスランドの南北の航路を警戒させたよ。翌日には東米自ら戦艦キング・ジョージ5世に乗り込み、空母ビクトリアス、巡洋戦艦レパルスや多数の軽巡、駆逐艦を引き連れてドイツ艦攻撃に出動したのぜ。戦力はイギリス側が圧倒的ね。どうしてイギリスはそんなに素早く情報を得ることができたのかしら。どうやらスウェーデンからの通報と、ノルウェー沿岸に配置されたレジスタンスからの暗号通信により、
ドイツ軍艦艇の動向情報を得ていたとされているよ。5月23日夕刻、グリーンランドとアイスランドの間に広がる、デンマーク海峡で、ビスマルク、プリンツ、オイゲン、派、紹介中のイギリス巡洋艦サフォークに発見されたよ。敵艦発見の報を受けたイギリス艦隊はすぐさまデンマーク海峡方面に急行。24日早朝、ランスロット、ホランド提督率いる、戦艦プリンス、オブ、ウェールズ、巡洋戦艦フット、からなる艦隊がドイツ艦隊に接触。ビスマルクに座礁していたドイツ艦隊司令リュッチェンスは、遭遇した敵がたとえ優秀なものであろうと、対等なものであろうと、できる限りこれを避け、大西洋を横断する敵の補給線を大混乱に陥れるという、本来の任務を遂行せよ、と命じられていたけど、彼は戦闘が不可避な場合は、思う存分戦ってみせるぞと考えていたよ。リュッチェンスはすでに敵艦隊に追跡されている現状、振り切ることは、不可能に近いと判断し、戦闘開始の命令を下したのぜ。間もなく、イギリス、ドイツ艦隊はデンマーク海峡上で交戦を開始。午前5時52分、巡洋戦艦、フット、が射撃を開始。続いて、プリンス、オブ、ウェールズ、も射撃を開始し、間もなく、ビスマルク、も打ち返し始めたのぜ。ビスマルク、の射撃開始から6分後、巡洋戦艦、フット、に最悪の事態が訪れたよ。ビスマルク、の砲弾が、フット、の弾薬庫に命中。4万、6000トンの巨艦全体から火炎が高々と吹き上がり、間もなく船体は分断されて沈んだよ。いかに巡洋戦艦といえども、弾薬庫が爆発すれば無事では済まないのね。プリンス、オブ、ウェールズ、からこの光景を見ていた乗組員は、後にこう語ったとされるよ。フットの中央部に大爆発が起こった。青みがかかった赤色の巨大な、炎の下が空中に伸び上がった。そして黄白色の濃い煙が吹き出し、その中をものすごく大きな破片が赤々と燃え輝きながら、何十メートルもの高さに舞い上がった。私は自分の目を信じることができなかった。フットは文字通りバラバラに粉砕されたのだ。こうして巡洋戦艦、フットは轟沈したよ。乗員1419名のうち、助かったのはわずか3名であったよ。みんな、艦と運命を共にしたのね。残った、プリンス、オブ、ウェールズ、ハ、ビスマルク、プリンツ、オイゲン、の集中攻撃を受け損傷、離脱せざるを得なくなったんだ。これにて一旦戦闘終了ね。本海戦は後に、デンマーク海峡海戦、と呼ばれるようになるよ。ビスマルク、も無傷でイギリス戦艦と巡洋戦艦との戦いを切り抜けられたわけではなく、2発の命中弾をプリンス、オブ、ウェールズ、より浴び、燃料を流出させたんだ。結果、ビスマルクの速度は低下したみたいね。ビスマルクから流出した燃料の帯は海上に広がったため、航空機等でかなり遠方からでも観測できると思われたよ。そのため、ドイツ艦隊を率いるユッチェンスは、無傷だった従順プリンス、オイゲン、を分離させ、ビスマルクはフランスビスケイ湾沿いの都市産、ナゼールへ、避難させることとしたのぜ。ビスマルクの修理を優先するのね。またユッチェンスはイギリス艦隊が追跡してくることを想定して、ビスマルクとフランス沿岸の間に U ボートを配置し、待ち伏せするようにドイツ本国へ要請しているんだ。ただではフランスに逃げ込まないというわけね。このフランスへの逃走の最中、ビスマルクはイギリス海軍の索敵圏外に逃げ切っていたにもかかわらず、先のデンマーク海峡海戦について詳細な報告を無電で発信。発信だけで30分以上にわたったこの通信によって、イギリス艦隊はビスマルクの位置を再捕捉することができたのぜ。なんでそんなタイミングでこんなことしたのよ。これにはいくつかの説があるけれども、今回は、C.D. ベッカー著ドイツ海軍戦記にある説を紹介するよ。イギリス海軍はレーダーでビスマルクを捕捉しようとして電波を発信し続けたよ。ビスマルクに当たって跳ね返ってきた電波を受信して、大まかな位置を把握しているのよね。その認識で OK だ。ただ、この当時のレーダーは現代のものと比べて性能が低く、有効距離も13キロ前後しかなかったとされているんだ。その一方で、ビスマルクにはレーダー受信装置が装備されていたよ。この装置は敵のレーダー波を受信するのみであったため、電波を発信するエネルギーを必要とせず、イギリスのレーダーより大きな有効距離を持っていたんだ。なるほど、つまりイギリスのレーダーは、時間から敵艦、敵艦から時間と往復するに足る強さのレーダー波が必要なのに対して、ドイツの受信機は片道分のレーダー波が発信されれば機能したというわけね。イギリス艦艇はレーダー波を発信しながらビスマルク捜索を続けたものの、ビスマルクはレーダーの有効射程外にいたため、ビスマルクにレーダー波が到達してもイギリス艦艇まで跳ね返らなかったんだ。逆にイギリス艦艇の電波を受信し続けたビスマルク派、イギリスに捕捉し続けられていると考えたのね。そういうことだ。だからユッチェンスは先の海戦の報告電を送信するという行動に出てしまったのぜ。この電文はパリのドイツ海軍西部方面司令部に届き、
沈黙を守るように、イギリス艦隊はビスマルクを見失っている。という内容の伝文をすぐさま送信したものの、すでに時遅しだったぜ。なんでパリの西部方面海軍司令部は、ビスマルクが追撃を振り切っていると、わかっていたのかしら？イギリス軍の無線を傍受していたためとされているよ。ともかく、海戦報告の伝文は多くの連合国軍陸上無電局で受信され、方位が海図上で示され、大まかなビスマルクの位置が特定されていたんだ。これは、やっちまったわね。5月26日10時半、北アイルランドを出撃して偵察を行っていた、飛行艇カタリナが航行するビスマルクを発見。これによりビスマルクの詳細な位置を掴んだイギリス軍は、追跡部隊を続々と送り込んだよ。この日の夕刻、英領ジブラルタルを出撃してビスマルク捜索に加わっていた、空母アーク、ロイヤル、巡洋戦艦レナウン、ケージュン、シェフィールドを、中核とするイギリス海軍 H 部隊から発進した雷撃機ソードフィッシュ15機が、ビスマルクを発見。これを攻撃したよ。ビスマルクは襲来した敵雷撃機に対して56門の対空砲を撃ちまくったよ。しかし、この旧式の服用雷撃機はハフバリで、高射砲弾の破片を浴びても、布が破れてしまうのみであり、生産性が高かったんだ。結局、この攻撃で2発の魚雷がビスマルクに命中したよ。1発は大きな損害を与えなかったものの、もう1発が致命的であったよ。舵取り機械室を破壊したのぜ。攻撃を受けた時、ビスマルクは取り舵で旋回していたところだったため、舵を破壊されたビスマルクはひたすら旋回するしかできなくなったんだ。フランスに逃げなくてはならないビスマルクにとってはまさしく致命傷ね。燃料欠乏のため、ビスマルク追撃を断念しかけていたイギリス艦隊は、この事実に狂気し持てる戦力をビスマルクへ向かわせたよ。一方、ドイツ海軍司令部は付近を航行中の潜水艦 U ボート全てに、ビスマルク救援に全力を挙げるように命じていたよ。5月26日夜、潜水艦 U556 はビスマルクへ向かうイギリス戦艦キング・ジョージ5世空母アーク・ロイヤルを発見。この時のことを U556 艦長ボールファース隊はこう記しているよ。私はそれ以上近づくことができない。攻撃を行う絶好の位置にあり、敵は護衛の駆逐艦を持たず、ジグザグ運動もしていない。現在両艦の間にあり、一瞬にして両艦を沈めることができる。もしここに魚雷が残っておれば、またビスマルクを助けることもできるであろうに。潜水艦 U556 はすでに任務を終え、魚雷を使い果たしていたのぜ。こうしてドイツの大戦艦ビスマルクの運命は決したよ。U556 がイギリス艦隊をやるせなく見送っていた夜、ビスマルクに船団護衛を離れて急行した新手の駆逐艦5隻が接近していたよ。ユッチェンスは水浸しになった舵取り機械室に入り、動かなくなった舵を爆破して取り除いた者には即座に鉄十字章を授けると言ったものの、あらゆる努力は失敗に終わったよ。一晩中、ビスマルクは駆逐艦隊の雷撃に悩まされることとなるよ。絶望の夜が明けると、ビスマルクの状況はさらに悪化したよ。駆けつけたイギリス戦艦キング・ジョージ5世に加え、船団護衛を離脱して戦列に加わった戦艦ロドニー、さらに従順ノーフォーク、ドーセットシャーが、ビスマルクへの攻撃を開始したんだ。もちろん、ビスマルクも応戦したよ。思うように動けないビスマルクは次々と命中弾を浴び、砲塔や射撃式装置が破壊され、反撃の力を失っていったよ。5月27日午前10時、ビスマルクはかすかに航行を続けていたけど、砲は沈黙していたんだ。ビスマルクはエルンスト・リンデマン艦長の、浮かべる残骸を自沈させよ。の命令が下された後に大西洋の海面に没していったよ。自沈命令を下した人物には諸説あるわ。生存者はわずか110名であったよ。ユッチェンス提督もリンデマン艦長もその生存者の中には含まれなかったよ。ビスマルク、撃沈を受けヒトラーはこう述べたとされるよ。なぜユッチェンスはフットを撃沈した時に引き返さなかったのか。なぜプリンス・オブ・ウェールズに大損害を与えたにもかかわらず、追撃しようとしなかったのか。一つの作戦で戦艦2隻を沈めることは脅威に値する勝利ではないか。それだけでビスマルクは無敵の名を勝ち得たであろうに。このビスマルク沈没は大西洋におけるドイツ水上艦艇の大規模作戦行動に終わりを告げるものであったよ。イギリス海軍はドイツ海軍の暗号無線を解読し、大西洋でのドイツ海軍の作戦行動に不可欠な補給艦6隻の位置を突き止め、その全てを撃沈したよ。1943年暮れまで少数の仮想巡洋艦が行動していたけれども、その隠密行動は主にインドと太平洋に限らねばならなかったよ。ビスマルク、撃沈4日後にプリンツ、オイゲン、ハ、フランス、ブレストに入港。しかし、イギリス空軍の攻撃力が増していたことを受けて、1942年2月、戦艦シャルンホルスト、グナイゼナウ、そしてプリンツ、オイゲン、はブレストを出港して、
白昼堂々ドーバー海峡を突破。比較的安全とされたドイツの港へ帰還したんだ。よくもまあイギリス艦艇がうようよいる英仏海峡を突破したわね。この頃、ビスマルクの姉妹艦ティルピッツが就役していたけど、ビスマルク喪失が頭から離れなかった総統ヒトラーの命令で、出撃が許可制となり、その火力を発揮する場面は限られたよ。大西洋の戦いはこれ以後、潜水艦U ボートが主力となっていくことになるよ。ビスマルク、撃沈の影響はやはり凄まじかったのね。ビスマルク、撃沈の任を果たしたジョン、東米帝国は、後にこう記しているよ。ビスマルクは優勢なる敵と勇敢に戦い、軍艦機を翻しながら姿を消した。今回はこの辺りで終わりにしようと思うよ。ご視聴ありがとうございました。